今回紹介するのは W o v e y Forever という本です。この作品が怖いという意見もちらほらありますが、かっこ笑いそのまま実際のノンフィクションだったらそれこそ親が自立できてないモンスターママってやつかもしれません。でも大きくなった息子を抱っこして歌うというのは 心の話だと思います。子育ての目的は何か子供が自立することですモンスターママの目的は子供を自立させずにいつまでも自分の手元に置き支配することです離れて暮らす息子は立派に自立していると思えます子供が自立するには甘えるときに十分甘える時間が必要と言われていますいつでも甘えられる 何かあれば支えてくれるという安心感があるからこそ子供は外の世界に少しずつ足を伸ばしくじけた時には母親の胸に戻りその安心感に包まれることができて自立していくのではないでしょうか母親が抱っこして子守歌を歌うそれは安心感そのもの大きくなった息子を抱っこしに母親がやってくるのではなく 息子が母親の安心感に包まれるために眠りながらおそらくは深層心理で母親のことを思い出しているのだと私は思いますある程度大きくなった息子を抱っこするあたりからそういうことだろうと私はずっと解釈してましたこんな風に。 作品を分析して偉そうに説明するのはちょっと嫌ですがあまりにもそのままに解釈されている方が結構いらっしゃるように思えたので書いちゃいました気分を害されたらすみませんいろんな解釈の仕方があるんだなぁって思ってもらえれば幸いです以上興味のある方は実際の商品を Amazon などでご確認ください今回は、 最後までお付き合いありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。